皆さんこんにちは、のしおです。本日はですね、アトレにバイクを積んで明日練習に行きたいと思います。ということで今回の動画は軽パコにですねグローム125を載せる動画をお送りいたします。まず前側なんですけども、ここにタイダウンがあります。ここの隙間にですね、前の座席の固定のボルト、ここにタイダウンを引っ掛けるためのフックをですね入れ替えてあります。 M8 だったかな。それでこういう感じでね、とりあえずぶら下げてあります。反対側はですね、助手席の右側ですね、同じように、フックが引っ掛けられるリングのボルトをつけてあります。それでタイダウンです。これで前側を引っ張っていきます。運転席、助手席の後ろにこのような板を置いて、タイヤが当たる場所を作っています。これでの板ですけども、一応ねテーブルにもなるような、形をとっています。傷つき防止のための布ですね。それではバイクを乗せていきます。車にオートバイを積む場合はですね、このようなはしごみたいなねラダーレールというものが必要です。僕のは半分割に折れるタイプですね。軽にも乗せることができます。バイクを、タイダウンで縛るんですけど、こういったねサブベルトというものがあるとですね、比較的縛るのが楽ちんですね。とりあえずね、グロームを車体に積むことができています。後ろは結構ギリギリですよね。まだ前がね、十分に閉まっていないので、これから本締めをしていきます。上もこんくらいの隙間です。このタイダウンを縛ると車両が前に来ますね。今前のタイダウンだけで止まっている状態です。 K の場合はですね、もうこのハンドルがですね車体ギリギリのところに来ています。これでスライドドアを閉めるとですね、当たらないようにねしましょうね。当たっちゃって窓ガラス割れたらとんでもないですからね、大変なことになりますからね。で、今この状態ですと結構揺れるんですよね、左右に。これだと運んでる途中に倒れちゃったらいけないので、後ろ側はこのステップを使って車両を上側に引っ張ります。アトレの場合はここに荷室のフックがないんですけど、つけれるんですよね。これはねムーブかなんかのやつをつけました。これをですね、手袋を使ってここに引っ掛けるという感じですね。今3本で止まっています。左側には行かないですけど、右側には行っちゃいますので、ここの後ろからね反対側のステップにかけていきます。はい、これで車体は車に乗りました。ほぼ動かないですね。
まあこうやって押してみて動くようだと、もうサーキットまで運転してってる間にバイクが倒れちゃいますからね。こうやって動かないことを確認しておきましょう。特にハンドルもね、左右に振ってみてずれないかどうか確認が必要ですね。初めてバイクをね、トランポに乗せるという作業をするときはですね、とにかくバランスが重要です。どこから足を引っ張ってですね、車体を固定するかっていうのが肝になります。ハイエースとかね、大きい車両であればね、比較的車何でもバイクは大きいバイクも積めるんですけど、ケッパコの場合はね、いろんな工夫が必要ですね。前にね、ぴったりつけるとですね、後ろは5、6センチね、まだ隙間があります。あとは向こうでね、走るための装備をね、詰めば完了ですね。次は予備パーツを積んでいきます。サーキットで必要と思われる、考えられるものすべてを持っていく感じですね。ケミカル類、予備パーツ、スプロケットなど、ありとあらゆる場面を想定してですね、持っていきます。重いものから下に置いていく感じですね。同じ箱でもね、重さがいろいろありますんで、重い箱から予備パーツ乗せました。ここまで来ればあと少しですね、ガソリンと、あとはスタンドですね。スタンド、あとは装備ですね。それを積んだらとりあえずは OK かな。あとはつなぎ、ヘルメット、ブーツ、グローブ、これだけあればとりあえずはね、走れます。このつなぎはですね、もう2台前のやつですね。これの1個新しいやつと最新のやつもありますよ。これはね、30年前ぐらいに作ったんですけど、まだ使ってます。はい、積み終わりました。こんな感じです。まだね、隙間はありますね。ここの隙間にはですね、テントとかね、あとは寝袋とか入れます。まだまだ予備パーツも、さらなるスペアのタイヤもまだ段積みすることができます。ミニモト行った時はすごかった。あの時はもう本当にね、この天井ギリギリまで詰め込みましたからね。ということで、ケッパコにね、ミニバイクを積んでみました。もしね、ミニバイクレースをやりたいという人、ケッパコでも十分積んで車中泊をすることも可能です。ただしバイクとか荷物どっちかを下ろさないとね、車中泊は無理ですね。ということで、今回の動画はこれで終わりなんですけども、もし参考になったなぁと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。